ソは世を滑る闇の女王イリア・オーンスタイン。イリア、何してるの？お、都に忍ぶ。いいところに来た。ちょっと見てほしいのじゃ。見る？何をですか？うん、うん、喉の調子も万全じゃ。目に焼き付けるがよいぞ。はー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 、我こそは世を滑る闇の女王イリア・オーンスタイン。どこか頭でも打ったの？何を言うか無礼者。せっかくわらわが世界征服を成し遂げた時に備えて名乗りの練習をしているというのに。わかったの、イリアは暇なの。暇なのではない。だけどもわらわの魔力を取り戻す手がかりがない。今これくらいしかすることがないのじゃ。その魔力についてですが、手がかりになりそうな情報があります。なんと、よくやったぞシノブ。して、その情報とは？はい、実は今朝方、町のある場所から強大な霊力を感知しまして。おお、霊力とな。それはなかなか興味深いな。確かにわらわの魔力を取り戻す手がかりになるやもしれぬな。ですので、これから調査に行こうかと思います。イリアさんに関連することでなくとも、溢れ出ている霊力を放ってはいけませんので。都も一緒に行くな。すぐに手がかりを見つけてみせるな。なんじゃ、お主がやる気を出しているとは珍しいな。調査が終わったら、忍がハロウィンパーティーをしてくれる約束なの。そんな暇があるなら世界征服の策を、と言いたいところじゃが、たまにはいいじゃろ。楽しんでくれたい。わらわも調査について行ってやりたいが、町の祭り騒ぎはどうも性に合わなくてな。何かあれば報告しますし、都さんもいるので大丈夫です。そうか、忍がそう言うなら大丈夫じゃな。都、忍に迷惑をかけるでないぞ。もう、せっかくやる気になってるのにイリアはうるさいの。そのやる気がよからぬ方に行かねばいいのじゃが。しかし、そうか、ハロウィンか。イリアさん？いや、これは世を滑る者としての忠告じゃが、ハロウィンの夜は祭りに紛れた邪悪の者がいてもおかしくはない。くれぐれも気をつけることじゃ。今宵は不思議なことが起こる特別な日じゃからな。イリアさんが不穏なことを言っていましたが、町はいつもより賑やかで活気がありますね。イリアは心配しすぎなの。早くパーティーしたいの。そうですね、楽しみにしていてください。パーティーのために調査を頑張りましょう。もちろんなの。やる気を上げるためにいつもよりプリンを多めに持ってきたの。もぐもぐ、調査の合間のプリンは格別なの。あ、見てください都さん、子供たちがお菓子をもらっていますよ。トリックオアトリート、お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞ。あ、急いでプリンを隠すの。このプリンが狙われる可能性があるの。大丈夫ですよ、あの子たちは前もって決まっている家にお菓子をもらいに行くんですから。そうなの？あ、向こうにも子供たちがいるの。
トリックアトリート。あらあら、いたずらされたら大変。さあ、お菓子をあげましょうね。なんだよ、子供ばっかりだな。もっと色気のあるお姉ちゃんとかはいないもんかね。お父さん、ハロウィンは子供たちが主役なんだから。みんな楽しそうなの。ミヤコも早くやりたいの。プリンをくれなきゃいたずらするの。ミヤコさんはトリックオアプリンですね。当然なの。むしろプリンオアプリンなの。プリン以外の選択肢はないの。あ、そうなの。ハロウィンパーティー、あいつも誘うなの。あいつ？ああ、あの人ですね。そうですね、来てくださればもっと楽しくなりますね。調査が終わったら声をかけに行きましょう。私もいつもお世話になってますので。楽しみが増えたの。霊力の発信源はここですね。おかしいの。いつもは幽霊がたくさんいるのに、今日は誰もいないの。そうですね。けどなぜでしょう。今日はいつにも増して霊力が強いです。しのぶ、なんかモヤモヤが出てるな。こっちに来てみるな。これはどうしたんでしょうか。ただならぬ雰囲気ですが。気をつけろ、スノブ。この霧、霊界から漏れ出したもんだ。この空間が霊界とつながってやがる。霊界と、どうしてそんなことが。ミヤコが様子を見てあげるの。あ、ミヤコさん、不用意に近づくのは危険です。なんか出てきたの。この魔物が霊力の正体みたいです。ミヤコさん、戦闘準備を。わかったの。さっさと終わらせてハロウィンパーティーするの。